どうもこんばんは、YouTube のたけしです。ダイナスティの服部です。本日ですね、全日本学生リモート 18m アーチェリー大会、はい、ウィンターシュートのユニバーシティ、はいはい、の、試合説明ということで、はい、動画を撮らせていただいております。ですね、今回、たくさんの方にご参加いただいて約170名ぐらいですかね。ですかね。はい、170名の、参加となりました。ありがとうございます。今回この試合に出ていただく方々に、試合の運営にあたってどのような感じで試合をしていくかというのが多分結構皆さんまだ分かってないのと、僕たちも準備の方でちょっとこう形式の方があってちょっと伝えるのが遅くなってしまったんですけども、今回の大会ですね、どういうふうにやっていくかということを説明していきたいと思います。でまずですね、予選会が開かれまして、大会の予選が、2月の23日、24日ですね、あさって、しあさって、はい、はい、両日水木と、そうですね、の、どちらかで、18メートルの、点取りをしていただくと、はい、で、どの媒体で点取りすればいいのっていう形になるんですけど、マカクテックさんの、独自の、システムになりますので、明日の夜ですね、火曜日の、夜に、ご登録いただいたアドレスの方に、URL が来まして、で、その URL から入っていただくと、点取りができるようになっております、はい、で何回か、点取りしていいんですかという質問が来てるんですけども、基本的には1回という形になります。速報が見られるようになっているかなと点取りも、修正が基本的にできないシステムになっているかと思いますので、まあ、一回ちょっと試しにとかっていうのは、まあ、テスト用の配信があれば別ですけど、本番用の入力が始まったら、基本的には修正できないと思っていただいて、点取りも1回のみですね、はいはい、基本的には、男子が午前、女子が午後という形で、一斉にやっていただきたいんですけど、もちろん大学の方で、人数の限りとか入れる人数の限りとかいろいろあると思うので、そこら辺に関しては、臨機応変に対応させていただくので、基本的には男子が午前中、女子が午後という形で、皆さん総合観的可能だったら総合観的のもと ね、 そうですね、複数人で皆さん応募していただいているので、していただけるとありがたいです。メインで、行っているのが関西学生監督会さん、に、メインで、主幹をしていただいて、公演の方がウィンジャパンさん、渋谷アーチェリーさん、全日本学生アーチェリー連盟さんと、我々ダイナスティという形になっております。で今回ですね、ウィンジャパンさんと渋谷アーチェリーダイナスティの方から、商品と、まあ、賞状の方が出ますので、皆さん、まあ、頑張ってくださいということですね。で、決勝ですね、ここがかなり今までやったことない、ここまでは多分リモート大会で皆さん経験がしたことあるのとほぼ同じ形になるんですけども、決勝、土曜日ですね、決勝の方が今最終のスケジュールの打ち合わせを行っているんですけども、現段階では、開始が9時になります。9時に、男子の決勝に進んだ64人の対戦から始まります。で64人は、基本的に中継というのはまあ、どこかの中継は行うんですけども、我々が号令を出して、まあ、第1回目始めます、スタートっていう形で、打ち始めていただきます。この時、皆さん同時に第1回目っていう形になるので、 YouTube を見ながら、1回目をやると、はい、で動画の温度に合わせて打っていただく。そうですね。で、点数を入れると、で点数を入れるフォーマットのところに戦っている相手と相手の点数が出るようになっておりますので、それを見て、あ、2ポイントなんだな、0ポイントなんだなっていう形で、男子は64から女子は32人から、決勝トーナメントが始まっていきます。で準決勝まではこのフォーマットと一緒で、入力をして、で、相手と戦っていくっていう感じで準決勝まで進んでいきます。で準決勝からは、この画面ですね、こちらの画面のような形で、中継を行いながら、我々が、お話をしながら、皆さんに試合の様子を見ていただくという形で準決勝の方からは行っていきたいと考えております。
で、カメラが、2台必要になるの と、YouTube を同時に見ていただかないといけないので、まあ、複数人でいたら大丈夫かなと思うんですけども、Wi-Fi がおよび、テレがつながっている携帯電話がカメラ選手に向けるカメラ側が1台まと前が1台という形で、あと三脚も2台必要になるかなと。そうですね、まあ、最悪こう、まあまあ、最悪どっかに誰かどっかに固定できればいいんですけど、まあ、固定できない場合は、そういう固定方法の準備もお願いします。はい、速報の方は、見ながらこちらで打って、まあ、何対何っていうのがリアルタイムで分かるように、対応していくので、できるだけ見やすい位置に置いていただけるとありがたいです。あと会場によってね、若干進行にちょっと遅れが出てしまったりとか、はい、する可能性はあるんですけれども、まあ、極力、合わせていただくということ で、はい、ずれてしまってきた分に関しては、こちらで調査しますので、指示はおいでいただければと思います。緊急な連絡先を設けますので、いや今ちょっとこういう状況なんでっていうので、こう連絡をしていただいて、受付の方、受付というか本部ですね、本部の方が、近畿大学さんにお貸していただくので、と、まあ、我々に連絡していただいて対応していくという形になります。今回ですね、決勝戦の方が、かなり、64キツキツのできるだけ決勝に進ませてあげたいという、関西学生監督さんへの意向を組んでおりますので、かなりキツキツな状況になっていて、例えば1回目って言って打ち始めって言って、こう1回目が始まるじゃないですか。これに遅れてしまうと、1人来てない、1人来てないっていう風になると、2エンドぐらい遅れると不戦勝になってしまうので、できるだけまあ朝の9時からで放送を見ながら、できるだけどれぐらい、まあ、目安のお時間はもちろん連絡するんですけども、どれぐらい遅れてる、どれぐらい巻いているっていうのを皆さんちょっと共有しながら、はい、試合進行に協力していただけたらと思います。今の、段階での、決勝のスケジュールっていうのは、概要欄の方に貼っておくので、まあ、こんな感じで進むんだなっていうのをイメージしておいてください。初めての試みになりますので、はい、まあ、ちょっとドタバタする展開もあると思うんですけども、はい、頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。結構通信環境とかに、依存するところがあるのでね、はい、もし可能であれば、まあ、予備のスマートフォンのご用意ですとか、はい、まあ、官邸の方がね、他にいらっしゃるようであれば、そちらと情報を共有していただいて、はい、スムーズな進行にご協力いただければなと思います。はい、ということでですね、本番がもうあさってから始まりますので、はい、とりあえずまず一番最初に、選手方は、我々から送られてくる、明日の夜ですね、明日の夜10時までに送られてくる、メールを確認してください。一応メールを送信したら公式のツイッターと、インスタグラムの方で更新するので、メールがもし来てなかったら、まあ、ゴミ箱ホルダーとか迷惑ホルダーの方もちょっと見ていただいて、そうですね、はい、設定で、うちの、インフォアットダイナスティの方もですね、メールを受信できるような設定にしていただいて、それでも万が一ちょっとメールが来てないよとか確認ができなかった場合は、なるべくお早めにですね、メールなりお電話なりで、お知らせいただければと思います。はい、ということで、一番最初はまずそこから点数を取っていただくという形になりますので、結構バタバタとした、はい、展開になることもあると思いますけど、ご協力と、まあ、楽しんでね、はい、インカレの代替試合という形なので、皆さんの思い出になるように我々も頑張りますので、はい、引き続きご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。また、クラウドファンディングの方も引き続き続けておりますので、結構ね、参加人数が多くなって機材の方もお金がかかっておりますので、はい、まあ、できるならちょっとでもね、はい、これまでに、たくさんのご寄付、クラウドファンディングの、ご支援いただいてます。こちらの方も誠にありがとうございました。引き続きですね、皆様のご支援ご協力に、報いるような大会にすべく、はい、運営一度頑張ってまいりますので、こちらも何卒よろしくお願いいたします。はい、じゃあそういうことで、はい、頑張りましょう。では当日まで、はい、はい、まあ分かんないことがあったら、はい、我々にご連絡お問い合わせください。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。